はいどうもじゅんじゅんです。今日も動画見ていただきありがとうございます。ということで今日はですね、 e スポーツタイガーのマウスソールのね、選び方をお話ししていこうかなと思います。このチャンネルでは最新のゲーミングデバイス情報レビュー FPS のことについて動画を上げております。よろしければチャンネル登録とグッドボタンとツイッターのフォローよろしくお願いいたします。さあということで今日はね、マウスソールのお話をしていくんですけども、今日はね e スポーツタイガーっていう超有名な中国のメーカーのねものの選び方とかを話していこうと思います。まあ、最後の方にはね、まあ、やっぱうちのチャンネルといえば、まあ、10ソール丸型ソールになってくるかなと思うんですが、そちらの個数とかの話もしていこうかなと思います。まず e スポーツタイガーには3種類のソールが主に存在してます。1つ目が e スポーツタイガーアイス、そしてアーク1、そしてアーク2と、この3種類があるわけなんですが、滑りの速さの順番でいうとこの通りの順番になります。アイスが一番滑る、アーク2に行くに従って滑りがちょっとずつ落ちてくるといった感じになってるので、基本的にはね、その自分が求める滑りのものを選んでいくといった形にはなります。まずねアイスから紹介すると、こいつがねもうめちゃめちゃ滑ります。もうデフォルトソールのね 1.8 倍ぐらいは滑りやすくなると考えていいんじゃないかなと思うんですが、もうめっちゃ滑ります。とにかく OEM したいんだ、滑らかな滑りが欲しい、そんなあなたにはアイスがぴったり。お次アーク1ですね。もう真ん中に位置する、まあ、バランスタイプといったらねちょっと滑りはいいんですけども、まあ、かなりね滑りやすくて、ある程度止めも効きやすい、まあ、バランス系の動きをしてくれるソールになります。個人的にはねやっぱこいつが一番ねみんなの手には馴染みやすいのかなと思います。お次ラストアーク2ですね。まあ、こいつが一番滑らないコントロール向きの、まあ、ソールになってまして、まあデフォルトソールの 0.7 倍ぐらいの滑りになるかなと思います。まあかなりコントロール向けのね、トメイムとかがしやすくなるような割とこうゆっくりめなソールになっております。でなおかつ見た目も若干違ってまして、アーク2がね結構真っ白なソールで、アイスがね結構こう透明感のあるソールというか、ちょっと奥が透けたりするんですよね。でアーク1に関してはちょっとね紫がかってるグレーみたいな、ちょっと白ではないようなみたいな色をするソールになってたりするんですけども、まあ、ちょっとだけ見た目も変わってきますが、まあ、ただ見た目で選ぶんじゃなくて、ぜひ滑りで選んでほしいなとは思います。でみんなが使ってるデフォルトソールがどの辺に行くのかっていうとですね、まあ、大体のソールがこの辺に来ます。アーク1とアーク2の間に来るものが多くて、ものによってはアーク1ぐらい滑るみたいなものが多いかなと思います。なので今デフォルトソールを使ってる人でもうちょっと滑り速くしたいんだよねって人はアーク1、もうちょっと遅くしたいんだよねって人はアーク2になるかなと思います。まあ、ここの中間はね多分別のソールメーカー探さないとないんですけども、まあ、基本的に選び方としてはそんなにね滑りを変えたくないんだったらアーク1かアーク2に行くのが正解かなって思います。でまあ個人的にはアーク1が一番おすすめです。まあ、すごいバランスも良くて、まあ、滑りやすく、ある程度止めも効くといった感じでですね、デフォルトから乗り換えたいなーって人はねアーク1が一番おすすめになるかなと思います。でアーク2に関しては個人的にそんなにおすすめはしてないです。どっちかっていうと自分が使ってきた中ではガラス製のマウスパッドとかハード系プラスチックとかメタル系とかのマウスパッドとの相性はかなりいいかなと思います。ハード系のものってね結構ほんと滑りやすいものが多くて、ちょっと止めが効きにくいなって感じる人も多いんじゃないかなと思うんですが、それをねアーク2に変えてもらうことによって若干スピードが軽減されて、なおかつ止めもしやすくなるっていうような効果が出ます。結構ねこれはガラスパッドを使って思ったんですけども、ガラスマウパとのね相性はねアーク2が一番良かったですね。なおかつアーク2ってこのねソールに関しては 100% PTFE じゃないので、ちょっとソールが削れにくい、ちょっと長持ちしやすいようなソールの作りというか素材になってるので、まあそういった面でもハード系のマウスパッドとはかなり相性いいのかなと思います。でアイスももちろん一時期使ってたんですけど、 APEX をねずっとやってた時はアイスを結構頻繁に使ってました。フロリアスのモデルオーワイヤレスとか使ってた時はこれアイスなんですけど、これなんとなく奥が
このネジ穴が透けてるんでアイスってわかるんですけど、かなりねこう滑りが欲しいって人はアイスもおすすめです。さすがにガラスのマスファットと組み合わせると滑りすぎて自分はね扱えなかったんですけど、マジで滑ってほしい、もうツルツルが好きなんですって人はハードかけるアイスでもワンチャンありかなとは思います。お次、おまけでね、テンソールの個数とかについて話していこうと思うんですが、まあ、テンソールについてはね、前に理論値最強のソールっていう形でお話しさせていただいたんですけども、一応ね、この点にすることによって接地面積が少なくなるので、滑りやすくもなるし、なおかつ点で支えているので、非常にマウスパッドに沈み込みやすくなって、止めもめっちゃ効きやすくなる。まあ、そんなね、理論値最強っていう風に紹介させてもらってるんですけども、最近ね、これのテンソールの種類っていうのが日本で増えました。もともとはアークワンのテンソールしかなかったんですが、このアイス版のテンソール、アーク2版のテンソールっていうのもまた増えました。日本のね HID ラブズさんっていうね、まあ、メーカーさんが e スポーツタイガーと連携してね、まあ、新しくこう制作したみたいなんですけども、いつも HID ラブズさんありがとう。で、個数なんですけども、個人的にはね5個以上つけるのがおすすめですね。四隅のみではなく、もう一個ソールを付け加えてあげる。もしくは、ここともう一個上とか。もしくは、下に四つ、上に三つとかもありかなと思うんですが、まあ、個人的にはね、四隅はそんなにおすすめしないです。なんでかっていうと、まず、四隅だけだと、めちゃめちゃ沈み込みやすくなって、動きがピーキーになりやすいんですよね。まあ、めっちゃマウスパッドに沈み込むんで、ちょっとこう、力っちゃった時にも、OEM とかで止めがガガガガって効いちゃってて、追いづらくなるみたいなことが、まあ、自分は起きたので、5つ以上つけております。なおかつ、どこのメーカーさんだったか忘れたんですけど、やっぱりこう、マウスを持った時って、腕がある方、まあ、手首側ですよね。その下側に、重さがかかりやすいので、四隅だけだと下の方が沈み込みやすくなるっていう風に解説されてて、なのでマウスソール、テンソールのものは計5個貼るみたいな感じで売っていたところもあるんですよね。結構ね、マウスソール5個セットで売るところが多くて、最近だとサファイアスケートっていうメーカーさんも5個だったり、メタルソールとか売ってるとこも確か5個販売だったかな。まあ、そんな感じで結構本当に5個つけるっていうのがちょっと当たり前みたいな感じで結構売られてるので、まあ、そういったメーカーさんがやっぱ唱えるのは正しいのかなとも思うので、自分はね5個以上推奨しております。といった具合でですね、基本的にはまあ自分はね5か6以上が基本的にはおすすめです。で、先ほども言った通り、このテンソールっていうのは非常にこうマウスパッドに沈み込みやすくなります。なおかつ接地面積が少ないのでスピードが速くなりがちなんですけども、テンソールのいいところってこの個数を増やすことによってスピードを調節できるんですよね。例えば今ちょっとマウスパッドに沈み込みやすすぎてあんまり好みじゃない、まあそんな方はまたここにね2個増やして、前側も2個増やしてとかやってあげると、かなりスピードもちょっと遅くなりつつ、沈み込みっていうのもだいぶ軽減されて、8個とか貼るとね、かなりこう動きが近いような滑りとかになってくれるので、このスピードをコントロールできる、沈み込みをコントロールできるっていった点でもテンソールはかなり優秀なのかなと思ってます。しかもこれ、このね1袋だいたい1000円しないぐらいなんですけども、まあ計20個入ってるわけなんですよね。で、例えばマウスにソール5個貼りましたってなったら、まだ15個余ってるんですよ。3回貼り替えれるっていう、1000円で4つ分マウスをね貼り替えれるってなると、かなりコスパはいいんじゃないかなと思います。他の G プロとかのねソールになると2個で1000円、まあマウス2個分で1000円とかになるので、まあ他と比べてもかなりね、こうコスパはいいんじゃないかなと思います。まあぜひソール、テンソールをね、貼るときは5個以上、あんまり沈み込むのが好きじゃないって人は、6、7、8ぐらいをつけていただくといいんじゃないかなと思います。といった感じで今回はですね、e スポーツタイガーのソールの選び方、個数についてお話しさせていただきました。まあぜひデフォルトソールから脱却してね、また別のソール試していただければ嬉しいなと思います。ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。今回の動画が参考になったなと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。